ワンエイティさん、こんにちは。こんにちは。前回リンパについて語ってもらった動画があったんですけど、今日はまた別のテーマの、今回は幾何学模様、はいはいはい、各社が持ってる幾何学模様の一部を、まあ、直線とかカーブが入ってても全然構わないんだけど、それを例えば連続させたり反転させたりしながら作っていく模様のことを、基本的に、幾何文様とか幾何学模様なんていうふうに言います。でそうするとタイルのように連続するパターンが割とできてくるんで、この割り付け模様と幾何模様の差というのは非常に曖昧なところがあるのかなと思います。例えば大きな花の柄でも連続してたら10メートル離れたら幾何模様に見えちゃったりとかっていうことが、こう乱暴な言い方ですけどあるのかな。実物でいろいろお見せいただきたいと思います。はい、ということでいろいろ出していただきました。それぞれやっぱ違うね、ね、うん、これで同じの出てくるともうコピー品ちゃうんかな、うん、まあ有名な幾何学文様というか割り付けで有名なのが、まあ鱗がね、うん、まず挙げられますよね。正解派ね、うん、じゃあこちらはですね正解派と呼ばれる、柄があるんですけど、うん、青い海の波って書くんですね、はい、で、まあ、海の波の柄を割り付けにしたデザインがあるんですが、それをですね、はいはい、こう一つをこう松葉に見立ててさらに見えなくなると、ね、で松葉を正解派風にしたというデザインですね、はい、だから純粋な正解派じゃないですね、うんうんうん、だ各社でそういう、こう、幾何模様とかね、割り付け模様も、まあ、アレンジして作っていくっていうのが、各社 の, その腕の見せ所なんで、まあ、そこをどう捉えるかですよね。単純に正解にするんじゃなくて、うん、こう例えばここは、間ね、地を開けたりして、はい、お太鼓のバランスをね、いいような形にしたり、でその正解派を松に見立てて、松は割とね、吉祥文様でおめでたいお席にも使えるんで、はい、松にすることで用途も広げると、まあ、そういうことを各社にしてますね。はい、じゃあお願いします、はい、これは縄文式土器の模様のような図案から撮っております。はい、はいはい、ようなんですね、まあ、縄目でね、模様を作ったりするんですけど、まあ、別に何の柄というわけではない、まあ、縄を置いたことを繰り返すことでこういう模様が陶器にあったと思うんですけど、それを取り方をして連続模様で取ってます。ですから何の柄って言えないですよ。原本は何なんですか。原本は図案集がありました。こういうこの図案集があったわけです。そうそうそう、それ国会図書館のやつ。 あの時のその下にあるこれは、これはね、うちの文様なんですけども、屋根瓦とか檜垣みたいなもともと模様があったのをちょっとそれこそ幾何学模様か連続模様にして、あまり和装風に見えないようなバランスで折ったものです。かっこいいですね。あ、次今川さんじゃん。こちらが鱗の文様ですね。あ、そっか、うん、まあ、ただ変形して随分と変形してる鱗で、鱗って本当の三角形でやるんですけど、どっちかというとこのカーブで、面白いですね、はい、視点をずらすとなんか分身の術みたいな直線と曲線が味は途中で変わってる珍しいデザインですね。まあ、なかなか鱗文様としては出てくる鱗文様じゃないというパターンなんですけど、はい、パッツンじゃない、この線がずっと平行に並んでて、これがカーブだからこう揺れてるような、なんかこう不思議感感じますよね。鱗はうちもね、こういう格好見でやってるんですけど、こういう感じ、うん、ああそれも鱗だよ、はい、今川さんのとこはこれに曲線を足したり、はい、私とこはその三角を斜めにして大きくして
いわゆるこう、うん、一般的な鱗文様じゃない感じにしてますね。この鱗の背景にこの斜めにずれたバッグに違う鱗が入ってるというデザインですね。大きさも書いてあるし面白い。これ男性の加工帯ですか？そうです、これ男性用の。せっかくなんでちょっと広げて見せてもらってもいいですか？はい、めっちゃかっこいい。うまいね。結んでみてください。違和感のないようダンス機能な。こんな感じね。はい。はい、各社で鱗を、同じ鱗を取り上げてもこんだけ変わるんですね、はい、いろいろね、はい。はい。じゃあ続きまして、今川さん。そちら。どっち行きましょう。そっち。はい。こっちから行きましょうか。はい。はい、まあ、これもなんかもう、要は本当に、まさしく幾何模様で、三角の組み合わせで、できるよね、と。ただこのサイズだけで詰めてしまうとちょっと面白くなくなるんで、帯の立体感を出すためにもこことここで、実はこのサイズ感を変えて、どっか分かりやすいところでこことここで、あ、違いますね、はい、はい、こっちの方が小さくてこっちが大きいっていうふうにして、はいはい、ちょっとこう立体感の演出っていうのが単調にならないように、でもなんか全然違う文様が入ってるわけじゃないっていうふうなギミックを入れて作ってました。なんかここは影に見えるんで、なんかこうボコボコ、はい、入ってるように見えますね。実際ここの部分とか見ていただいたら分かるんですけど、はい、糸の閉じの仕方を左右反転させたりして、ここの三角形だけ見ても立体に見えるような工夫っていうのをそれぞれの角度に対して与えてますね。キリコみたいな、キリコに見えるよね。ね、見えるよね。はい。で、この部分なんかは実は1色ではなく2色で折ってる。どこですか？ここの、このポコポコ浮かんでる部分っていうのは、この斜めを色1、はい、で、次の横の斜めを色2で折ることによって、ね、よりこうそういう立体感の演出みたいなのを細かくやってます。すごい。こちらは、フクレの帯の島が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あるんで、十本島格子という名前になっております、うん、まあシンプルにもうあのモチーフはなくって、太鼓にした時にこういうお太鼓が出来上がる、はい、っていう風なデザインにしたら面白いかなと思って作ったものになります。これは四角形がたくさん並んでいるという幾何模様っていうことですね、うん、はい、そうです、はい。ちょっと近くに行くと、ふくれ折り、はい、はい、なんか幾何模様すごくかっこいいイメージが多いですね。まあやっぱ直線が割と主役になりがちです、うん、今日よくこんだけカーブの柄が出てきてくれたなというところで、うん、割と直線で作ることが多いからシャープな雰囲気になりますよね。なぜかというと織物がこう90度で交差してるでしょ、縦横ね。だから絶対直線はね、特に親和性高いですよね。ほんで帯って4メーターに繰り返しじゃないですか。どういうことですか？4メーター、まあ、あの旧須名古屋帯やったら3メーター60とかね、はいはい、あの袋帯やったら4メーター20の間に繰り返しで、その型ね、デザインを作っていくが基本的な仕様になっているから、はい、連続文様っていうのはそういうのにすぐフィットしやすいですよね、うん、連続してるから、うんうんうん、だからその連続文様っていうのは身に使われやすいんですけど、その分逆に、まあ、各社のデザインとかアレンジ能力が問われるデザインになりますよね。まあ、逆に言うと染めより織りの方が基本的に幾何模様は得意な感じ、そうなんですね、必ずありますね、うん、同じことを繰り返してね、作業が得意な、今日でも一番そういう意味ではパターンの大きいのが、先をちゃんとこのこれでこんだけのパターンで描いてたりするので大きい、もう弊社のこれだったらこんだけし、じゃあなんか最後幾何模様のなんか着こなしのなんかアドバイス的なまあ幾何模様合わせやすいからね、合わせた段階でそれなりにモダンな雰囲気になってくる、うんうん、あとまあ着物の柄がさ花でやったり、うん、まあそのね、あの動物の文様であったりしても幾何模様やったら割とあの
合わせやすいですよね。喧嘩しないっていう、うん、そうそう、だから帯としては非常に使いやすいデザインかと思いますね。じゃあなんか着物を始めたばっかりとかの人も結構おすすめってことですね。やっぱこの幾何学文様を選んでいただいたら割といろんな着物に合わせることができるんで、はい、汎用性の高いデザインだと思うんで、ぜひ皆さん幾何学模様をチャレンジしてみてください。キカキカ、はい、幾何文様の解説ありがとうございました。ありがとうございました、はい、こんな風にちょっと、今回はまた、ね、テスト動画的なポジションなんですけど、文様についてちょっと幅を広くならずにちょっと絞り込んで、解説したらどんなことができるのかという、ね、ことを2回に分けてさせていただきました。はい、またこんな風な動画が欲しいとか、次はこんなテーマでやってほしいというのがありましたらね、我々もそのテーマで一応チャレンジをしてみようと思ってますんで、はい、皆様からのコメントと、はい、今日言いにくいけどいいねボタン、はい、お待ちしております。いいねしてください、はい、よろしくお願いします。以上、京都西陣から西陣 YT でした。また来週。このチャンネルでご紹介させていただいた商品についてお問い合わせがございましたら LINE でメッセージください。公式 LINE アカウントのご案内は動画の説明欄に記載されております。お気軽にお問い合わせください。